こんにちは、ミッキーです。今回は銀座有楽町大人の贅沢カフェ6選をご紹介していきます。東京駅周辺の大人の街、銀座有楽町エリア。以前の動画で東京駅周辺の新施設特集をしましたけれども、実際に買い物をしたり映画を見たり、都内の休日を過ごすには銀座有楽町エリアが馴染み深い方も多いかと思います。休日はもちろん、平日の仕事終わりや朝活でもちょっと贅沢に楽しめるお店もたくさんあり、昔ながらの喫茶店、シンガポールの朝食、日本全国からの産地直送にこだわったバルなど、たくさんのお店をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして、次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、銀座エリアにありますフランス屋というところでございます。こちらのお店は、1980年のオープン以来、銀座にて根強く愛されています老舗喫茶店になっています。フランス屋さんの近くにはスターバックスもあるんですけども、こちらの店は隠れ家的に存在していまして、コスパも非常に良く、銀座に行く際はぜひとも押さえていただきたいお店でもございます。こちらのお店は、関西圏で長い歴史を持つ英国屋グループが東京に進出した際の第1号店だということでございまして、あえて英国屋の名前を使わずフランス屋という名前にしましたのは、銀座の有名オーダースーツ店銀座英国屋との混同を避けるためだったということでございます。日本橋や神田のエリアは喫煙可能な喫茶店も多い中、こちらフランス屋は2020年4月から完全禁煙になっています。喫煙という観点に関しましては賛否が分かれることかと思いますけれども、非喫煙者の方々にとってはより使いやすさが増しているかなと思います。こんな形で店内も非常に広々としていまして、座席数は74席と非常にたくさんありますので、そういったところもおすすめでございますし、昔ながらの喫茶店でもありながらカードや電子マネー、 QR コード決済に対応している点もおすすめでございます。もちろん現金も対応可能です。特におすすめなのは平日のモーニング、朝8時からオープンしていまして穴場でございますし、モーニング自体も11時までやっていますので、そういったところも嬉しい部分かなと思います。今映しております通り、コーヒーメニューに関しましてはおかわり1杯無料サービスになっていたり、他にもミックスフルーツジュースやクリームソーダなど、まさに喫茶店らしさを感じるようなドリンクメニューもありますので、ぜひ気になるメニューを頼んでほしいなと思います。今さっき申し上げましたモーニングセットに関しましては3種類から選ぶことができまして、この日は一番がっつりな C セットをチョイスしました。後でご紹介しますけれども、 C セットはバタートーストに目玉焼き、ソーセージとサラダがついた贅沢セットになっていました。ちなみに最も安い A セットだとバタートーストがついて550円。もちろんコーヒーもおかわりできますので、コスパ間違いなしかなと思います。近なので少し暗めではありますけれども、映え空間でもございますので、ぜひお気に入りの写真も合わせて撮ってみてほしいなと思います。こんな感じでモーニングメニュー以外にもフードメニューに関しましてもとても豊富でございますので、訪れていただいてメニューもじっくり吟味していただくのもとてもいいかなと思います。またプラス100円でこんな形でスープもつけることができますので、ぜひモーニングサービスに加えてスープをいただきたいという方に関しましてはこちらも頼んでほしいです。そして今映していますのが先ほど申し上げましたモーニングセットの C セットでございます。この日もこちらでモーニングいただいてから出社してるんですけども、結構がっつりいただけますので、例えば打ち合わせの時間が少し遅い場合に関しましても、こちらでがっつりいただいた上で出社するというパターンもとてもおすすめかなと思います。私自身がこちらのフランス屋さんを訪れるときは平日のことがとても多いので、なかなか土日の様子とかはわからないんですけども、もう平日は本当にこんな形でほとんど人がいない様子だったりしますので、とてもおすすめですし、土日に関しましても知らない方ももしかしたら多いかもしれないので、結構穴場的に使っていただけるかなと思います。
続いてご紹介しますのは、有楽町からヤクンカヤトーストというところなんですけども、こちらまずは東京国際フォーラムの様子を映しています。とても天気が良かった時の様子を映してるんですけども、この東京国際フォーラム自体も東京らしさを感じられるような美しい建築美がありますので、ぜひとも訪れていただく際に関しましては、こちら東京国際フォーラムぐるりと巡っていただいて、その魅力も感じてほしいなと思います。ちなみにこちらの東京国際フォーラムに関しましては、地下通路を利用することで雨の場合にも濡れずに入っていただくことができますので、そういったところもとてもおすすめなポイントかなと思います。こちらのヤクンカヤトースト以外にもシェイクシャックがあったりとか、ブルックリンロースティングカンパニーがあったりしまして、そちらは以前の動画でもご紹介してますので、気になる方はそちらもチェックしてほしいなと思います。さて、こちらのヤクンカヤトーストさんに関しましては、シンガポールの定番朝食カヤトーストが有名なシンガポールの老舗店でございます。ここ東京国際フォーラムの店舗は2021年6月に誕生したお店でございまして、日本国内だと他には霞が関のお店があるのみで、以前に新宿の店舗をご紹介したんですけども、残念ながらこちらは閉店してしまったようでございました。先ほど老舗店と申し上げたんですけども、実は創業は1944年ということでございます。カヤトーストというのはシンガポールの代表的な朝食メニューでございまして、トーストしたパンでカヤジャムと呼ばれるペーストをサンドしたソウルフードの一種になっています。カヤジャムに関しましては、卵、砂糖、ココナッツミルク、パンダンリーフを使っているということでございました。現地だと温泉卵にトーストを絡めて食べるのが定番だということでございますので、ぜひともそちら試してほしいなと思います。鳥インフルエンザなどの影響による卵不足のため、5月26日現在は卵一つの提供になっていた時でございますので、タイミング次第ではもしかしたら卵1個かもしれませんし、もし卵不足が解消していたら卵2個といった形で従来のメニューをいただくことができるかなと思います。またチキンカレーヌードルやラクサ、スイーツ、アジアンスタイルのサンドイッチなど他のシンガポール料理もいただくことができますので、そちらが気になる方はぜひ試してほしいなと思います。さらにコピーというシンガポール流のコーヒーと合わせていただくことで、より現地感がするかと思います。コピーに関しましては種類がいくつかございまして、コンデンスミルク、いわゆる練乳とエバミルク、無糖練乳を加えるのが基本的な飲み方でございます。ただミルクなし砂糖入りのコピーをエバミルクと砂糖入りのコピー C も選べますので、それぞれ気になるものを頼んでほしいなと思いました。続いても同じく有楽町からお店をご紹介していきます。こちらは有楽町マイクロフード&イデアマーケットというところでございます。好奇心が交差する市場として、東京の中心地有楽町にある新感覚バルでございまして、残念ながら有楽町ビルの閉館に伴いまして、2023年10月末には閉店してしまうということでございますので、ぜひ今のうちにお試しいただきたい、そんな店舗になっています。この有楽町ビルには私も喫茶ストーンというところがとても好きで使ってたんですけども、そちらも有楽町ビルジングの閉館に伴って閉店してしまいますので、本当に残念だなと思っているんですけども、せっかくなのでその限られた時間試したいなと思っています。そちらの喫茶ストーンに関しましても過去の動画でご紹介していますので、確認してほしいなと思います。そして有楽町と言いますと、シックスバイオリエンタルホテルというカフェに関しましても、同じく有楽町の再開発で閉店してしまいますので、この有楽町という街自体はですね、おそらく今が見納めな場所もとても多いかなと思っています。そちらもぜひ確認していただきたいなと思いますし、また来年以降有楽町大きく生まれ変わると思いますので、そういった最新情報に関しましては、随時私の方でチェックしまして、お届けできる状態になり次第、動画にしてお届けしたいなと思っています。こちらは今映しております通り、洗練されたおしゃれな空間でカジュアルに楽しめるのが魅力的でございまして、観葉植物などのおかげか、開けた空間なんだけども、友達同士、恋人同士でそれぞれの時間を過ごすことができます。また今映しております通り、お店自体がセレクトショップになっているのも魅力の一つでございます。あなただけに響く掘り出し物と出会えるきっかけ作りもサポートしていますので、ぜひそういったところも楽しんでみてください。まだ一般に知れ渡ってない社会に火をつけるプロジェクト、日本に500近くあるという有人離島で生まれたプロダクト、個人が自ら生み出す本のカルチャー、アート作品、そういったものをこちらのマーケットとして様々なジャンルのものが集まっていますので、ぜひそのあたりも楽しんでほしいです。そして注目すべきはフードメニューやドリンクメニュー、希少な食材を産地直送で提供される本格派の料理も魅力的でございまして、こちらのマイクロフードマーケットはこだわりとゆるさが共存するバルをコンセプトにしています。
お肉料理をメインにクラフトビールや10種類以上のワインを合わせて楽しめます。ちなみに支払いは完全キャッシュレスになっていまして、またセルフサービスは基本になっています。そんな空間だからこそリーズナブルながらおしゃれに楽しめる空間かなと思いますし、大人数でのパーティーなんかにもとてもおすすめできます。そんな中、この日頼みましたのはキャラメルリーゼフレンチトーストと、コーヒーはキリマンジャロブレンドのレギュラーサイズでございます。こちらセット料金にいただいていますので400円でございました。ちなみにこちらのフレンチトーストは14時過ぎ限定になっていますので、その点はご注意ください。続いてご紹介しますのは、銀座に戻りまして菅野コーヒーというところでございます。こちらはドトールコーヒーが運営する新業態店でございまして、ドトールコーヒーが本気を出した日本人による日本人のためのコーヒー店として知られています。以前に学芸大学編でご紹介した学芸大学のファクトリーで焙煎した豆を使い、サイフォンで抽出したコーヒーが名物になっていまして、その他にも絶品スイーツや本格フードメニューも注目になっています。ちなみに新宿編の動画でもご紹介していまして、そちらのお店はとても新しかったので、新宿が近い方はそちらも参考にしてほしいなと思います。一口味わった瞬間、五感が研ぎ澄まされて違う世界へ引き込まれるような感覚、一杯のコーヒーを通してお客様の想像力をかき立てて、味はもちろん味覚を超えたイメージの世界ごと堪能していただけることを願っていますという思いで、極上の一杯を提供してくれるお店でございます。そのためにコーヒー豆から焙煎機までこだわり抜き、人の繊細な感覚でのみ捉えられるわずかな印を大事にしているということでございます。なのでその時その場でできる最高のコーヒーを入れてくれる、そんな素敵なお店になっています。また一つ一つの工程に惜しみなく手間と時間をかけて向き合い、完成のない味と理想のイメージを探求し続けているお店でございました。まあ、そういった背景もありますので結構提供時間もかかります。まあ、ただですね、こういった大人な空間と合わせて楽しんでいただく、そんな贅沢な時間を過ごせる方におすすめな空間になっていますので、時間に余裕を持ちつつゆったりと過ごしてほしいなと思いました。でこんな形で店頭にはお土産用の缶のコーヒーギフトなんかもありまして、そちらのパッケージも和な感じでとてもおすすめでございますので、東京のお土産に買っていかれるのもとてもおすすめかなと思いますし、まあ、簡単な手土産としてもとても抜群かなと思います。まあ、さらにコーヒーがおすすめではあるものの、おせんべいのセットなんかもあったかと思いますので、まさに和を感じられるようなそんな空間だったかなというところです。こちらの缶のコーヒーさんは毎月のテーマや季節のイメージに合わせて、熟練の焙煎師さんが五感を頼りに豆選び、焙煎、ブレンドを調整し、最高の一杯を提供してくれますので、そういったこだわりもぜひ感じていただいて注文してほしいなと思います。また銀座エリアにおいても席の数も比較的多いので、買い物の休憩にも抜群でございますし、大人っぽい先ほど映していた和モダンな空間は他にはなかなかないかなと思いますので、その雰囲気も楽しめるかなと思います。でこの日は今メニューで映しています通り、クロックムッシュというものをいただきたかったんですけども、残念ながら売り切れでございました。まあ、その代わりといったらなんですけれども、アメーラトマトと花畑牧場モッツァレラのポモロードをいただきまして、そちらのパスタはめちゃくちゃ美味しくてですね、普通のパスタが美味しいお店でいただくようなクオリティだったかなと思いまして、まあ、とても満足感も高かったです。まあ、その分ちょっと値段はするんですけれども、十分に楽しめるかなと思います。でさらにですね、こちらとは別にこの日は食後のデザートとしてケーキセットもいただきました。ケーキセットに関しましては、この日は5種類から選ぶことができまして、いちごのプレミアムショートケーキ、ベイクド&レアチーズケーキ、ショコラトルテ、ナス御用蘭の和三盆プリン、そしてこの日に頼みましたいちごと宇治抹茶のダックワーズから選ぶことができました。もちろんコーヒーをセットにいただくこともできるんですけども、紅茶も選べますので、コーヒーが苦手な方はそちらも選択肢になるかなと思います。でちょっと話が前後してしまうんですけども、ランチセットというものもございまして、そちらは午後3時まで営業しておりまして、先ほどご紹介しましたパスタは3種類選ぶことができますし、サンドイッチに関しましてはクロックムッシュとフレンチトーストから選ぶことができました。パスタは先ほどのポモドーロの他にカルボナーラもありましたし、カラスミとタラコの和風ソースのパスタなんかもありましたので、ぜひ気になるものを注文してほしいなと思います。でこちらのいちごと宇治抹茶のダックワーズに関しましては、宇治抹茶を使用した生地と贅沢に使われたいちごが抜群でございまして、ぜひとも本格コーヒーと一緒に味わってほしいような一品でございました。
続いては同じく銀座から2023年4月にオープンしたばかりのグリッチコーヒー銀座をご紹介していきます。神保町で大人気のコーヒー店グリッチコーヒーさんが銀座にも進出しました。朝入りのシングルオリジンコーヒーに特化して提供するスタイルはまさに唯一無二。神保町の店舗よりも豆のラインナップが多いのも印象的でございまして、この日もなんと15種類もの豆が用意されていました。で、店内の席はそんなに多いわけではないんですけれども、充電ができたり Wi-Fi が使えたりというところで、銀座のちょっとした休憩にも使えるようなお店でございます。まあ、ただですね、とても人気な店舗でもございますし、外国人の方々もリピーターが多いような印象でございましたので、土日はもしかするとなかなか店内で楽しむことは難しいかもしれません。ちなみに外国人が多い理由の一つとしましては、店員さんも英語だけではなく韓国語も話せるような感じでございまして、そういった接客面のレベルの高さも象徴しているのかなと思いました。まあ、個人的な印象ではございますけれども、日本人は喫茶店らしい深い味わいのコーヒーが好きな方多いと思うんですけども、外国人の中では結構浅煎りの豆を使ったコーヒーが好きな方も多いと思ってます。まあ、ただですね、日本人も浅煎りのコーヒーに触れる機会が少なかったというだけで、もしかするとこういったフルーティーな味わいのコーヒー飲んでみたら美味しかったななんて感じる方もいるかと思いますので、ぜひその浅煎りコーヒーデビューの場所としてもこういったグリッチコーヒーさん選んでほしいなと思います。浅煎りコーヒーに関しましては、少し深煎りコーヒーよりも高い値段で提供されることが多いです。というのも、コーヒー自体を焙煎する際に浅めに焙煎する場合と深めに焙煎する場合では、その焼き具合が異なるんですね。多分皆様でもイメージが湧くと思うんですけども、生に近いような焼き菓子よりも焼き切った焼き菓子の方が賞味期限長いと思うんですね。まあ、そういったところと近くて、コーヒーに関しても深く焼くよりも浅めに焼いた方が少し酸化が早くて賞味期限も短いのかなと思います。ということで、浅煎りの豆に関しましては輸送方法とか保存も少し難しいといった手間がかかりますので、少し値段が高くなってます。まあ、だからこそ流通量も少ないですし、深煎りのコーヒーとは違った味わいを感じることができるかなと思います。ちなみにこちらのお店では豆の紹介カードに一文添えられていまして、その豆の個性を独自のカテゴリー分けで示してくれています。最新の精製方法を採用したイノベーション、希少価値の高いハードトゥーファインド、世界大会に出場した豆を集めたコンペティションといった指標で示していますので、そういった一文も確認しつつ豆選びの参考にしていただければと思います。コーヒーの味なんか区別つかないよと思う方でも間違いなく美味しいと思えるような一杯になっていますので、絶対一度は試してほしいなと思います。そして最後にご紹介しますのは、2022年3月に東京ミッドタウン日比谷にオープンしましたティールームキキ紅茶&スコーン専門店でございます。今回銀座有楽町と特集してますけれども、日比谷もほぼ有楽町みたいなものなので、こちらでご紹介させていただいています。今さっきグリッチコーヒーさんご紹介しまして、そちらはコーヒーの専門店だったんですけども、こちらは紅茶の専門店になっています。まさにこういった本格的なコーヒーとか紅茶を楽しむのに抜群な場所がこの銀座有楽町日比谷エリアになってますので、ぜひ参考にしていただいて、じっくりとその味に触れてほしいなと思います。こちらはクリームティー文化を伝える紅茶とスコーン専門店になっていまして、イギリススタイルのティールームで、カフェエリアは完全予約制になっています。平日でも整理券は配布終了になりがちでございますので、訪れる際は朝から整理券を手に入れていくのが良さそうかなと思います。またネットからの予約も可能でございますので、予定が立てられる方はネット予約をお勧めします。今映していました通り、紅茶とかスコーンに関しましてはお土産用にも買っていただくことができますので、気に入った場合に関しましてはそちら買っていただくのもいいですし、なかなか予約が取れなくて入ることができないという方に関しましては、ぜひご自宅用にだけでも買っていただいて、その味に触れてほしいなと思います。で、今映していますのがティールームの様子でございまして、9席限定でございますけれども、本当にこの紅茶とスコーンとその味わいに触れる贅沢な空間になってますので、特にこのチャンネルをご覧のカフェ好きな方々、グルメな方々なんかは時間を見つけて訪れてほしいなと思います。こちらのお店は席に着きますと専用の QR コードが出されまして、注文はそちらから行うことができます。で、こんな形で注文していただくことができるんですけれども、こちらランチタイムはサンドイッチやキッシュを選ぶことができますし、イギリス等の喫茶習慣、
アフタヌーンティーの一種でありますクリームティーという方式でスコーンもしくはケーキと一緒に紅茶をいただくスタイルでも楽しむことができます。ちなみに提供していただく際の食器に関しましても、イギリスの老舗陶器ブレンドでございますバーレイを使用していますので、そういった高級感あふれる空間で高級感あふれる食器とイギリスの雰囲気を味わうことができる場所になっています。紅茶はティーフリーというスタイルでいただくことができまして、少量ずつ温かいストレートティーでいただくことができるんですけども、なんと20種類ものレパートリーからスタッフさんのおすすめをいただくことができます。この日もおそらく10種類ぐらいの紅茶をいただけたと思うんですけども、どれも全く香りも味わいも異なっていまして、普段はコーヒー派の私も紅茶の魅力に気づかざるを得ないといった印象でございました。こんな形で紅茶の説明とともに目の前で入れてくれますので、そういった配慮も嬉しいですし、入りたての紅茶の香りまさに極上でございますので、ぜひ確認してほしいです。具体的には紅茶はブラックティーとハーブティー、ジュエルティーとフレーバーティーの4ジャンルに分かれていまして、それぞれを順にいただくことができますので、特徴を手元のリストから確認していただきつつ、紅茶の勉強もしていただければと思います。そしてこの日はこちらのキキズクリームティーシーズナルというものをいただきまして、シーズナルメニューでありますパイナップルのスコーンとともにティータイムを楽しませていただきました。こんな形でクロテッドクリームとジャムもセットについていきまして、すべて自家製になっていますので、そこも注目のポイントでございました。以上、今回は銀座有楽町エリアから大人の贅沢カフェを6選ご紹介させていただきました。最初にご紹介したフランス屋さん同様、有楽町エリアに行きますと結構朝活を楽しめるようなモーニングセットもとても多いエリアでございますので、ぜひとも押さえていただきたいなと思います。銀座のお店は結構オープン遅かったりするんですけども、こういった有楽町エリアをしていただくことで時間も有効活用できると思いますし、東京駅からも近いので、例えば東京観光をした帰りにこちらでお食事を楽しんでいただいたり、カフェを楽しんでいただいた上で新幹線に乗っていただくというのもおすすめなコースかなと思います。あとは単純にこちらを目的地にしていただいて、最後にご紹介したコーヒーとか紅茶の味わいの違いに触れていただくというのもとてもおすすめな休日の過ごし方かなと思いますので、ぜひともそういった贅沢な時間を体験してほしいなと思いました。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。